男ならがっちり激戦区。すげえ、うぜえ。皆さんもご唱和ください。せーの。男ならがっちり激戦区。ってなんでやねん。つーか、お前男じゃないやろ。この焼きそばさんは男なのでもう満杯。バンガロールさんも男ではねえよ。怒られんぞ。てか焼きそばでもねえよ。さあさあ、ついに砲台へ着陸。おほ。なんかすでに敵いるんですけど。さすが激戦区やな。敵がゴミのようや。銃がないー。あかん、濡れ投げられてるで。ひー。落ち着け、今日の晩ご飯はカレーハンバーグがいい。落ち着きすぎや、適度に慌てろ。あれ、なんか味方のレイス君ダメージ食らってますね。ほんまや、応援に行ったり。パスファインダーか、どっから湧いてきたんや。とりあえずなんか言えばキモい。引いてないでとりあえず援護したるや。フラーお、ちょっと引いて。硬直うまお、ジャンプでかわして。フラーお、いけー。天地の王権。俺の勝ちだ。やるやん。なんか妙にハマってたな。小学校の頃に学んだ KOF のフットワークが行きましたね。格ゲーじゃねえか。とりあえず銃は確保しましたか。味方がヤバそうですね。せやな、早合流戦とやられてまうで。あ、あかん。待てー。さあ、ほらお、ええー、ぞ。格殺入れてやりまーす。で、なんか来たー。やばいやばい、こいつ動き早いんですよ。のーサイドからも来たか。逃げろー。うらあちょーむーうらお、あちょーやるやん。うわーキモいの来たー。あーうわ、過去最高ダメージ。ちょっとは恥じれや。春は明けどの、今年も新年度が始まって、いい感じの時が流れました。はい、今まで慣れ親しんだ環境が一変し、新しい環境にあたふたしていた人も、今の生活に慣れてきた頃合いではないでしょうか。さて、新年度といえば、今まで学生だった方々が、社会人として羽ばたくタイミングでもありますね。そうですね。しかし、社会人になりたてということは、毎日の生活が一変しているということ、日々感じるストレスは、今までの日ではないかと存じます。せやな、仕事に疲れた、癒されたい、ふむ。そんな時には、ゆかり先生の華麗なる動画シリーズの視聴をおすすめします。え、これ番宣。違うに決まってるじゃないですか。やだ、今のままなんやねん。日々感じるストレスは今までの日ではないかと存じます。そこからやんないと気分出ないんやな。大きなストレスは健康に多大なる影響を与えますよね。せやな、もしかしたら体調を崩してしまうタイミングもあるかもしれません。せやな。というわけで、どういうわけ、新社会人における体調不良時の報告メールクイズ。は、新人なのに体調を崩しちゃった。そんな時に上司へ送るメールの本文を考えましょう。はあ、では次に出すメールの本文について誤っている箇所を正しい内容に修正してください。よっしゃ、付き合ったる。今夜ではメールの文面オープンです。正しい文章に直すとかそういう問題じゃないんですが。え、読めないですか。あはは、バカにしてんのか。もうじゃあ正解言いますよ。まずここはこう直します。社長っちより。問題じゃない。ウィッスー、いいですね。よくねえよ、しばくぞ。朝から完全にポンペーて。ちょっと略すの読みろ。メモリが深いので寝てんじゃねえよ。一日お布団ですやーしておきます。寝てんじゃねえよ。行けたら行くちゃダメですよ。せやな、明日は起きれたら行きましょう。いいから働けや。ドスケベマシンザリチャージシュー。ドスケベマシンザリチャージシュー。なんでこんなになるまで放っておいたんや。しっけいな、私は正常ですよ。だって毎日やってますし。それはもはや異常だよ。で、何やっとるんや。ライフラインごっこ。お前の中で流行ってんのそれ。てか、そんなライフライン好きやったっけ。何を言ってるんですか。やだ、めちゃめちゃ好きですよ。なんたってコスプレしちゃうくらいですからね。ほら、ジブラルタルじゃねえか。あれ、間違えました。こっちですね。コースティックじゃねえか。なんでさっきからでかいやつのコスプレばっかりやねん。失礼な、ちゃんと細いやつのコスプレもしてますよ。ほら、もうそれは細いでかいとかの問題じゃねえよ。てか、さっきから顔がめちゃめちゃ嫌がってんだよ。素直に普通のコスプレしろよ。いやー、暇すぎてつらみが深いですね。ちょっとスタバでタピっちゃいます。どうでもいいけど無性にしばきたくなるな。あさまる水産よっちょまる。うわうっざ。というわけで画面カット。はい、ぬ残り2舞台。飛びすぎ。てか、いつもいつも場面飛びすぎやねん。もうちょい過程をしっかり見せろよ。それな、うるせえ。まあまあ見せよ、残り2舞台や。しっかり気合い入れてチャンピオン取ったり。妖怪道中ひったくりね。うわうっざ。あそこですね。お待たせあり。おいおい、そんな雑なツッコミで返り討ちにあっても知らんで。うらーやばたぎー。結構ピンチやな。なんなのあいつら、マジマンチ。ちょこちょこ若者用語混ぜんのやめてくれませんかね。焼きそばスモーク。はい、そうですね。一旦スゴヤンフェニックスですやーするので、カバーヨロヨロ。ちょこちょこオリジナル用語混ぜんのやめてくれませんかね。うおーええー、な、ゆっくり回復できそうや。味方のパスファインダーがちゃんとカバーしてくれてるな。あさまる水産よっちょまる。うるせえ。ゆかりマンマスウレピ。死後入れんのもやめろ。こう、パスファインダー味方復活までしてくれてるで。うおーおーおー、パスさんジョブジョブフッジョブ。大丈夫。何が。さあ、私もちゃんとフェニったのでいい波乗りに行っちゃいますか。そのまま波に飲み込まれればいいのに。マジマンジマジマンジ。多分やけど使うタイミング違う気がする。さあ、ほらグレネードやったったです。よっしゃやったれ。ツッコめわけあるか。ちゃんと見ろ。マジマジやったー。アイアムエイペックスチャンピオン。リ
やあ味方の皆さんグッドゲーム。磯丸水産よっこいしょ。あざ丸水産よいちょ丸のてかもうほとんど忘れてんじゃねえかボケ。アイアムエイペックスチャンピオン、うわうっざ。じゃあ、しょっぱなサプライっちゃいますか。大丈夫かいな。貴重なアイテムがある分、敵も集まりやすいね。で、丈夫で丈夫。なんたって私はエイペックスチャンピオン。用で始末って、了解道中膝くりげ。はい、そうですね。お、敵や。うらぁてめえ、私のエヴァ8の餌食になってくださーい。いつでも相手への礼儀を忘れない先生好きやで。ほら、うわぁ相手紫シールドやん。きついな。だけどもだっけと、ここで勝利をつかみ取るのが、私という人物なのです。さあ、つかみ取る、世界。はい、はいじゃないが。ああ、紙一重でしたね。はい、そうですね。ん?面白い映像が撮れたんで実質勝ちですね。普通に負けやボケ。